どうもマイトです。ニックです。いやー寒いね、まだまだ寒いね。いやーでもね、バイクはええね、やっぱね、寒くてもええね。いやーてかね、ほんとこうしてね、なんかもうバイクに乗れてることがね、いやーこう一人こうやってね、まあ行くあてもなくこう走ってると、幸せやなって感じるね。まあようみんなね、あのバイク乗ったら、いや嫌なことバッと忘れるわって言うけど、まあまあ忘れはせんよね、忘れはせんけど、忘れさせてくれる気分にするというか、まあ忘れなくてもその事柄をね、なんかこう一人ゆっくりね、違う時間の中でこう考えさせてくれる時間を作ってくれるというかね、まあそんなところはあるよね。こう特にこうトレーサーなんかに乗ってこう一定のスピードでね、こう信号もないような道をこうやって走ってると、そんな風にふとなんか思ったりする。いや別にあの黄昏れてるわけやないやね、黄昏れてるわけやないけど、まあそんなちょっとね、そういう気分になったりもするような時もあるようなね、まあそんなことですよ。いや本当ね、いろいろバイクもね、その、まあ、種類やあれによってね、排気量によっても変わるし、種類によっても変わるし、本当それぞれの楽しみ方があってね、いい趣味やね、ほんま。一人でも楽しめるし、ね、あの複数人数でも楽しめるしね、ほんまね、まあここ見てる人はみんなバイクの免許持って乗ってはるとは思うけども、いや、ぜひね、バイク乗る機会があったら乗ってほしいね。いや、これはもう自分が運転しなくてもね、後ろに乗せてもらうだけでもね、やっぱなんかこう、非日常の世界っていうのを味わえるからね、ぜひとも経験してほしいもんですね。ブランブラン。まあ、ということでね、まあまあ、なんていうかな、2023年になって、まあ僕ももうね、もう、ええ年なんですけども、やっぱりね、まあこんなこと言っちゃあれかもしれんけど、やっぱり毎年毎年、やっぱりその、こう体力の低下を感じるよね、やっぱね。ほんま。まあ、これ乗ってる時はね、そない感じへんけど、やっぱり、乗って降りた一日終わった後とかね、やっぱりかなりね、疲れが溜まるというか、まあまあ、普段ね、まあ体鍛えたりもしてないから余計なんやけども、まあでも、まあまあ、そんなこんなでね、そんな風に感じたりすることもある今日この頃ですけども、いや、今年からね、やっぱりちょっとここ、まあ2、3年、まあ2023年、4年、5年、6年、まあここ3年、そうやね、3年、4年のあたり、まあもちろんね、まあ自分の体調とか、あとまあ時間が取れるかどうかとかにもよるけども、まあここ、そうやね、まあ3、4年で、できたらね、まあトレーサーと一緒にね、アメリカ
いろんなところね、ちょっと走り尽くしてみたい感じはあるね。まあまあまあ、別にだから何があるからそんなことしたいっていうわけじゃないけども、やっぱりね、まあもちろんさっきも言ったけど、年々ね、まあ年を重ねるごとにね、まあ、体力も当然落ちてくるし、まあ体力とあとその気力やね、気力も落ちてくるっていうことももちろん考えられるんでね、まあ、そういうことを考えたらやっぱりできる時にね、こうバイクでね、いろんなとこ行けるところは行ってみたいなと、まあそのためにこれバイクも用意したし、あとは時間も作って、まあ、できるだけね、まあロングでちょっといろんなとこ冒険探検ね、まあしたいかなと思ってますよ。まあなかなかね、まあそういう泊まりがけとかのロングになってくると、なかなか一緒に走ってくれる仲間っていうのは実際問題いないんで、まあ一人でね、まあのんびりと、まあもうスピード速度、まあもちろんね、休みの兼ね合いがあるから、まあ時間的な制限、日数的な制限はやっぱりどうしても出てくるけども、まあその中でね、まあまあ時間とか場所とか、できるだけね、縛られない旅行っていうのをね、やってみたいですね。ほんまだからもうこんな感じでね、もうのんびり一応行き先だけ決めてのんびり行くみたいなね、そういう旅行をやってみたいなと思ってます。はい、ああもちろんね、もし日本からアメリカに来てくれて一緒にツーリングしましょうっていう人がいたら、もうウェルカムなんで、いつでも声かけてくださいね。休み合わせますんで、一緒にどっかツーリングしましょう。まあその時はね、まあ、レンタルバイクとかになるかもしれませんけども、そういうね、海外ツーリングお付き合いしますし、お付き合いさせてもらったら僕も楽しいんで、ぜひ皆さん検討してください。まあ簡単に言うてるけど、まあまあなかなかそう簡単なもんではないわな。でもまあね、そういう一つのまあ夢っていうか、まあ全く実現不可能な夢ちゃうからね。実際僕が日本に帰省してレンタルバイク借りてみんなとツーリング行ってると、まあ同じことやからね、実際。ねえ、まあそんなんもまあ一つ、特に元ブロガーさんとかいいんじゃないですか。まあもしね、まあそういう機会があったらぜひ声かけてください。一緒に計画組んで一緒にツーリングしましょうね。はい、まあそんな感じでね、まあ特に何を話すっていうこともなかったんですけども、まあ今年からね、しばらく数年間、まあちょっと時間が取れれば、まあ計画を組んでちょっとロングツーリング出たいなって思ってます。はい、まあまあそんな感じでね、まあこれからもね、楽しい走っていけるようにアメリカでバイクライフエンジョイしたいと思います。じゃあそういうことでね、また次の動画でお会いしましょう。じゃあそういうことで、じゃあね、バイバイ。